はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンドです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日は大滝に来ております。カズさん中野駅です。もう何度か紹介しましたんでね、今日は駅の紹介はいたしませんと言いますかね。ここから自転車でちょっと行こうと思ってたんですが、今ね、自転車にまたがったらね、なんとパンクしてました。ということでね、このまま帰るのもね、もったいないんで、ちょっとあちらの方の、以前レポートしたんですけどね、県道の工事の進捗状況をもう一回確認しに行こうかなと思います。ということで、よろしくお願いします。いや、参ったな、もう全くさ。まあたまにはそういうこともありますよというか、これでなんか2回目だな、こんなことがあったのが。いや3回目くらいかな。っていうか前もそうだ、中野で自転車にまたがったらそうだったんだ、こういうことになってたんですよ。上総中野駅は鬼門ですかね。まあいいや、そんなこと言っててもしょうがないんでね。案外この県道がすごいびっくらぽんなことになってるかもしれないとかって思ったりとかしつつ来てみました。あちらですね、千葉県道177号勝浦上野大滝線です。でそこの交差点がどっちだっけ、終点なんだよね確か。その終点の部分が新しく線形改良といいますか、若干の付け替え線が建設中だったはずで、この間見た時もね、だいぶ進んでたんですよ。あ、見えてきた見えてきた、やっぱりそうだ、進んでますね。ちなみに本日は2023年3月5日日曜日です。ここまで工事が進んでますと思ったんだけど、あまり進んでない。ここの交差点の部分の歩道はまあ砂利が敷かれて、あとは舗装するだけ。あ、やっぱりでも少しできてますね。まあここはそうか、ちょっと拡幅して普通の2車線というかセンターラインのある2車線にしようかなっていうところなんでしょうね。でもあの先が結局どうなんだろうね。あの家のところは少し突っ切るのかなって思ってたんですけど、どうもこの様子だとそうはなりそうにないな。どういうことなんだろう。わかんないな。このお宅のギリギリのところまで攻めて拡幅するのかな。あ、だってやっぱりこの真正面に、あ、どう考えてもこう道になるとしか思えない空間がありますもんね。そうだな、ここからこうやってギリギリ通ってそういかないとこの工事が無駄になるというか、それともくにゃって曲がってこう行くんですかね。あ、でもなんかあそこがボトルネックになりそうな気がするんだけど、大丈夫なのかな。まだここら辺もう一回どうでしょう。一応踏切は左右確認っていうか、確認しながらも渡っちゃってるんだけど、堀切興津踏切ですね。ここは特になんか入っていいのかな、ここは。いやでもあそこはパイロン立ってんだよな。どういうことなんでしょう。まあ急勾配でしょうからね。実質全く問題はないし、ということでここまで入ってきてしまいましたけど、まあちょっとぐらいいいだろうなんて、あんまりうかつなことやるとね、怒られちゃうんでね。はい、視聴者の方々に。ですのでこれぐらいにしておきます。あ、ちなみにこの山本建設さんって、上総中野の駅前に本社なのかながあります。地元で一番大きい建設会社だそうです。というかここら辺をね、うろうろしてると、あちこちにこの山本建設さんの資材置き場がね、あるんですよね。だから地元の大手ゼネコンですね。さてと、それとで、こちらの様子っていうか、正直言ってこの前後の様子は以前レポートした時と全く変わってませんね。
これはどういうことなんだろう。今年度中は完成しないのかな、来年度以降に持ち越しなんでしょうかね、ちょっとよくわかりませんが、まああっという間にレポート終了しちゃったな、ということでね、あとねもう一箇所だけね、確か前回はこことさらに向こうのねガス井戸とかあと神社とも紹介しましたけど、その時にね忘れたものが1個あるんで、そちらもじゃあちょっと紹介しようかなと思います。ということで一旦中野の駅に戻ります。あと思ったけど駅まで戻らなくてここ通って行っちゃった方がいいのかな。よいしょ、多分ここは通ってもいい道でしょう。良さそうだ良さそうだ、よしよし。でねここら辺だと思うんですけど、あれ違うかな、あこんにちは、こんにちは。機関車の井戸とかってそれ、あれですか、ありがとうございます。こちらがですね蒸気機関車時代の井戸の跡なんだそうです。まあ、蒸気機関車ってねこういうのが必要ですからね。へえ。これ枕木ですよね多分ね。こっち線路だ線路だ。線路に入ると迷惑系になってしまうんでね、よいしょ。ということでここら辺をぐるっと、この積み方には何かあるのかな、長手積みとかねそういうのはあるんですかね、ちょっとよくわかんないですけどね。特に異常はないですね、普通に積んであるだけにしか見えないですけどね。ちょっとポタポタあるのはねこれ雨が降ってるからで、別に何か水すましがいるとかそういうわけじゃないですよ。あそこが一つだけ欠けてるんだけど、わざとなのか抜いたのかちょっとよくわからないですね。なんかしました？あ、いえいえいえ、ちょっとこれどこにあるのかなと思って見物しに来たんですけど、はい、あれが一個抜けてるのって何か意味あるんですかね。あれですか、あれね、そこにね側溝があってね、側溝からあの溜め水とかまたこういう溢れる時に出すのに、使ってた花みたいですよ。私もよく分かりません。なるほど、ちゃんと意味があったんですね、抜けたわけじゃなくて、初めから抜いてあるわけですよ。あ、そうなんですか。できた時から抜いてあるわけ。ありがとうございます。これ蒸気機関車時代ですもんね。そうですよ、あの石が抜けてるところちゃんと意味があったのですね。そしてそのことをちゃんと知っている地元の方、素晴らしい。この方生まれも育ちもこの地だそうで、他にも別の機会に使えそうな面白い話をいろいろ聞かせていただきました。ありがとうございました。さてご存知の方も多いと思いますが、蒸気機関車にとって水は極めて重要なもので、実は石炭より多くの水を消費するそうです。しかもこれは知らない人も多いと思うのですが、その用途が意外と多岐にわたっており、シリンダーに送り込む蒸気、つまりシュシュポップのシュシュの元になるのはもちろん、石炭への散水、車輪やレールの冷却、レールの砂洗い、運転席や灰箱のホコリの舞い上がり対策、その他いろいろな用途があるそうです。で、知ったようなことを言ってますが、この原稿のためにちょっと調べたらマニアの方のブログを見つけて、その受け売りです。まあ、それはさておき、そのようなわけで蒸気機関車時代の鉄道は給水施設が必須だったわけですね。なおこの井戸が建設されたのは昭和初期のことだと思います。というのは上総中野駅が開業したのは、小湊鉄道がここまで延伸された1928年昭和3年のことだからです。そして1934年昭和9年には現在のいすみ鉄道いすみ線の前身である旧国鉄木原線もここまで延伸されました。ちなみに井戸が使われた期間は意外と短いようです。木原線は1937年、昭和12年にガソリンカーが導入され、1951年、昭和29年にはディーゼルカーとレールバスが導入されます。
小湊鉄道も1962年、昭和37年には蒸気機関車を全廃しディーゼルカーに統一されます。ということでこの井戸が現役の鉄道の給水施設として利用された期間は30数年というところでしょうか。それにしても自分にとっては昭和になって作られたと言われると意外と新しいななんて思うのですが、よく考えると実は100年近く前のことなんですね。こんなことからも昭和は遠くなりにけりを実感してしまいます。ということでね、地元の方に今お話を聞いてね、教えてもらいました。ここの井戸行くのがね、最後残されていたんですがね、今日無事に見ることができました。いやでもね、びっくりしました。詳しい方でしたね。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。